踊りながら演奏するダンプレで有名になった池田高校吹奏楽部は、館内はもちろん館外からも公演依頼が相次ぎ大人気となっています。池田高校吹奏楽部は1951年に発足し、現在の部員数は17人。吹奏楽コンクールでは全道大会に31回出場し、金賞を16回受賞するなど輝かしい実績を持っています。昨年は北海道代表として東日本大会に出場しました。ダンプレは2007年に始まり、ダンスと演奏を融合した独自のスタイルを作り上げました。東日本大震災の被災地でも演奏するなど、各地ではつらつとしたパフォーマンスを披露してきました。そして池田高校からは数々のオリンピック選手を輩出しています。中でもスピードスケートの長島圭一郎選手は23歳でトリノオリンピックに初出場。さらに4年後のバンクーバーオリンピックでは男子500メートルで銀メダルを獲得。日本中を沸かせました。倒れ込むような深い体の角度でコーナーに入り、スピードを加速しながら回りきるのが長島選手の特徴。17日に行われたワールドカップでは男子500メートルで今季初勝利。ソチオリンピック日本代表の座をほぼ確実にしました。